北口駅舎七個十和田駅は青森県上北郡七個町をあざ荒熊内にある東日本旅客鉄道東北新幹線の駅である。駅名決定前の仮称は七個駅であった。七個町商工会など町商工関係団体が七個駅を要望したのに、対し当時の七個町長福祉公営は七個に新駅が建設されるのは上13地域の協力があったからこそ。 それを無視して行政の立場から七子駅にするとは言えないと七戸単独の名称に固執しない考えを明らかにしている。その後、地域団体の一つである上13地域広域市町村県協議会は2008年11月5日までに開業時の駅名として七子と和田駅を要望することで合意した。これに対し福祉は議会や町民の意向も踏まえて 駅名案を最終決定し、運行事業者に要請するとしていた。2009年7月29日、JR 東日本森岡支社は駅名を、七戸戸和田駅とすることを発表した。支社長の福田康氏は、地元の七戸町と観光地として、有名な戸和田湖への玄関口になるという観点から、総合的に判断したと述べた。東北新幹線はかつて営業されていた。 南部縦間鉄道線と交差しており、特に旧、営農大学校前駅と七個とは大気はわずか徒歩5分ほどの距離だった。両路線を接続する計画もあったが、新幹線の森岡駅北への延伸決定の延期などで開業が遅れた間に、南部縦間鉄道の路線が1997年に休止、2002年正式に廃止されたため、接続計画は、 結局完全消滅した。なお、前述した駅弁、桜弁当のパッケージには、銅線で使用されていた、木波重計レールバスが描かれている。相対式ホーム2面2線と、京上駅舎を有する地上駅。通過線はなく、安全のために、可動式安全策が設けられている。直営駅。管理駅でもあるが、当駅は、自駅のみの単駅管理となっている。 緑の窓口、指定席券売機、自動改札機が設置されている。駅舎は、デザインコンセプトを、心安らぐ、豊かな自然と歴史の感じられる駅、デザインイメージを、発酵田を望む大地の息吹と歴史を感じさせる駅、としている。新幹線の駅では、初となる、大きさの異なる3つのボックスで構成されたデザインで、中央のボックスは、発酵田連邦を表現し、 新青森駅よりと八戸駅よりのボックスはそれぞれ街の未来と欧州街道の松並木を表している。また、外壁の曲線は八甲田の山並みと南部場の背中をモチーフとしており、ライトアップ時に入るよう設計されている。当初、JRTT により提示された3案の中から選ばれたものであり。 2006年10月25日に七子町役場で開催された駅舎デザインコンセプト調整会議において、節外対策の用意さ等が評価され決定した。かつて販売されていた主な駅弁は下記の通り。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は361人である。近年の推移は下記の通りである。その他、 バスが運行されない夜間時間帯において東駅と和田市外間を結ぶ乗り合いタクシーが運行されている。東京駅発着の早伏が10往復、仙台駅発着の早伏が1往復、盛岡駅発着の早手が1往復ずつ停車する。日中は2時間に1本の間隔で停車する。当初、早伏は全列車が通過していたが、 2013年3月16日より停車するようになった。注釈出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。